島行きは日本の競争馬である。1955年秋の中山大障害に優勝した。父はセフト、母はサラ系のアンュンであり、四大母は血統不詳のミラである。半妹の聖子運の子に光るマイがいる。大ドルイトビコシ後。島行きは右から二番目、第二勝富士は左端。ゴール手前で島行きを急追する。 第2活富士1952年、3歳の国営競馬登録時は若友という名だったが、結局3歳時は出走せず、島行きに改名して4歳の1月に中山競馬場で初出走を行った。それから9ヶ月の間に、平地で26戦して、条件戦を参照。東京優秀は33頭立ての19着。 箱館記念は9等立ての8着という成績だったが、他にオープンで2着が3回ある。10月3日の60万以下の競争で5等立ての最下位となり、1ヶ月後の11月6日より障害競争に転じた。障害では2戦目の東京2100メートルで初勝利。5戦目で2勝目を挙げ、その後はオープン競争に出走した。当時は、 地方競馬への馬資源の流出が著しく、多くの競争が後頭以下で、対戦相手も固定化していた。1954年6月までにオープンで4勝を挙げ、7月と8月は北海道で平地と障害に出走した。秋は京都大障害を目指し最下。近藤武大勢に前哨戦に勝利したが、京都大障害では5頭立ての四着に敗れた。 1955年に入ると見習い騎手の飯塚、吉継が主戦騎手となり、年始から連勝したが、その後春シーズンは6戦全てで連帯を外した。秋シーズンは、馬主が柴谷正夫から小野に助に交代し、平地競争に出走したが結果が出ず、再び障害に戻って3戦目で初めて、中山大障害に出走した。中山大障害では、 同年秋の京都大障害に勝ち、前走の中山のオープンで6 6ラムを背負って勝利した関西馬、第二勝富士が圧倒的一番人気となり、それぞれ 57kg、5 5ラムと軽量のあずまはブルレットが2番人気、3番人気となった。島ゆきはその中山のオープンで5ラム軽い6 1ラムで第二勝富士に敗れ、今回は、 同じ6 3ラムでの出走となったことを嫌われて6頭立ての最低人気での出走となった。レースではまず、第二勝富士が逃げ、金登るが2番手で、大竹作を超えたが、大ドルイ前に金登るが先頭に立ち、そのまま引き離して、大ドルイでは金登る、第二勝富士、ブルレット、アズマハタ、シマオリオンズの順。交渉面でアズが仕掛けて、 金のるに並んだが、三角を過ぎて後方にいた、島行きが、一気にスパートして、直線手前で先頭に立った。一方、第二勝藤富士は仕掛けを、誤り直線に入った時点で最後方と苦しい展開になったが、坂を迎えて一気に加速し、完全に抜け出していた、島行きを強襲。三、四馬審査まで詰め寄ったが足を余しての二着に、終わった。 島行きの単勝は1550円で、大障害としては、戦後最大の大穴であった。優勝した島行きは、その後中山で2戦したが、金量の壁にも阻まれて勝てず、翌1956年1月3日に登録を抹消して、地方競馬に移籍。中央では、実質3年でほぼ休みなく71戦に出走した。 1953年10月以前平地26戦参照、一期、田野泉と到着。ありがとうございます。